Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. ひらりです。としみです。お仕事は何されてる方ですか、お二人。アパレルのデザイナーとか。デザイナーさんなんですね、はい。モデルのお仕事と、あとイラストを描いたりしてます。なんかどんな雰囲気のブランドか聞いていいですか。結構ポップなインスタでやってるブランドです。モデルさんはどういうお仕事が多いんですか。何系のアパレルブランドさんから依頼いただいて、服着てファッションモデルとかしてもらったりとか、着物のモデルしてもらったりとか。じゃあ女性の方から今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。はい、このカチューシャがポーガで買って、これが2万ちょいぐらい。インナーに着てるのがマリンセルで、これが4万円ぐらい。これがマルニのジャケットで10万円ぐらい。かわいいですね。スカートはスカートワンピースなんですけど、はい、それはちょっと母親からもらったものなのであれなんですけど、で靴がプラダで15万円くらいの、ちょっと厚底でかわいい。いいですね。バッグがガスフレームがこれ3万円くらい。なるほど、オッケーです。ありがとうございます。じゃあ聞いてもいいですか。アウターが酒井とカハートのコラボです。いくらぐらいで購入されました。20万ぐらい。中に着てるものとかネオンサインで3万円ぐらいです、ね、貫通ですか。はい。で靴がバレンシアガ、バレンシアガ15万ぐらいです。かっこいいですね。サッカーはティーのカーディガン、これ2、3万ぐらいですね。2、3万ぐらい。 T シャツは自分のブランドです。あ、なるほど。でも言っていいか、中華食べたいっていうブランドです。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。食べてみてください。サングラス、はい、モスコット5万ぐらいです。ピアスはクロムハーツです。4、5万ぐらいです。OK です、ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。10から20ぐらい。私は5から10くらいです。結構なんか身につけてるもの、高価なものが多い印象だったんですけど、もう1個バーンと買って長く使うみたいな感じですか。うん、なんか大きい買い物をするのが苦手っちゃ苦手なので、一緒に買いに行ったりとかしたら一人だと買えないので。あ、背中を押してもらうみたいな。あ、そうです。なるほど。いいですね。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることあります。シルエット全て太い感じにしたいですよ。細いとこがないみたいな。あ、自分の体が細いんででかく見せたいんですよ。っていうのを意識してます。いかがですか。私は色味、いつもだいたい黒いものが多いんですけど、今日はインナーにブラウンが入ってるので、ジャケットもブラウンを入れよう。色味を意識してます。なるほど。じゃあ最後に、お二人の将来の夢とか目標、どんな些細なことでもいいので教えてください。私は絵を描いたりとかしてるので、今年個展を開いて絵でもっと、ね、名が知れたらいいなと思ってます。頑張ります。めっちゃいい。頑張ってください。僕は自分のブランドを10個持ちます。今3つぐらいなんで。すげえ。10個いきます。ありがとうございます。秋高と申します。私はリーザです。お二人のお仕事とかも聞いてもいいですか。あ、はい、大丈夫です。僕はファッションチャンネルを YouTube やってまして、秋津スタイルというチャンネルをやっております。でもそれが本業。これが本業ですね。あ、そうなんですね、はい、今はやっと4万超えたぐらいですかね。あ、なるほど。僕らも今4万超えた。もうちょっと5万ぐらいの。おお、いいですね。ぜひぜひ。 OK です。相乗効果で。奥様はいかがですか、お仕事は。YouTube のリチャリチャチャンネルという日韓カップルのチャンネルを運営しております。今 YouTube 1万、インスタグラムは？インスタはこう4万ぐらい。4万ぐらい。おー、すごいですね。それがもうお仕事っていう感じなんですか？はい。あー、なるほど、OK です。ありがとうございます。それとモデルをやっております。通りで。お綺麗です。はい、ありがとう。じゃあ、奥様の方から今日身につけてらっしゃるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、私がしますね。お願いします。基本的にこの服、ほとんど、私のものでございまして、ね。あ、そうなんですか。これは、帽子はグレーフランネルという、イギリスのブランドですね。これもらい物なんですけど、大体多分8000円ぐらいだと思います。8000円ぐらい。でこれは、ゴールデンベアという、80年代のヴィンテージの、マシティジャケットで2万円ぐらいですかね。スカーフは、ポロラルフローレンで4000円ぐらいで、でニットはドルモアで1万円ぐらいで。1万円ぐらい、はい、でデニムはこれリーバイスの501で、これは道端のビッグセールで2000円で買いました。とシューズがノベスタというスロバキアのブランドですね。スロバキア。1万円ぐらい。1万円ぐらい。 OK です。じゃあ旦那様聞いてもいいですか。帽子はこれ40年代のステッドソンのヴィンテージハット
ートなので値段は7万ぐらいですかね。メガネはこれ50年代のタートオプティカル、これも多分5、6万だと思います、だと思います。結構前に買ったやつなんで。サングラスはこれまたこれも60年代のアメリカオプティカルのヴィンテージのクリップオンというサングラスで、これ2万円ぐらいですよね。スカーフはこれラルフローレンで5000円ぐらいです。5000円ぐらいユーズドで、でこれドルモアのタートルネック2万ぐらいですかね。2万ぐらい。 A2 のジャケットはリアルマッコイで中古で僕ユーズドで5、6万で買いました。スラックスはポロラルフローレンでこれユーズドで1万円ぐらいで買いました。1万円ぐらいで、はい、スウェードの着火ブーツは、アルフレッドサージェントでこれもユーズドで1万円ぐらいで買いました。すごい、めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？私はゼロです。なんて読めばいいかな月平均してまあじゃあ10万15万円ぐらいにしときましょうか、はい、お仕事からね、お洋服やっぱこうちゃんと買わないとしょうがないし。そうですよね。お嬢さん分ぐらいそうですOkay、ファッションを好きになったきっかけとか聞いてもいいですか？もう昔から結構好きだったですかね。あんまりその時代が変わっても流行に流されない格好って何かなっていうのを探求したくて、それをちょっと今はずっと今までやってきてるって感じです。YouTube 始める前はどんなお仕事されてたんですか？ファッションのヴィンテージのバイヤーやってましたね。ああ、やっぱそうなんですね。すごい。カノさんは聞いてもいいですか？フェッション超上げてん景気が音であ、アンジョ上げたん基本的にファッションに興味はございませんということでございましてお洋服のモデルとかもやるんですか？大勢モデル走りには、はい、と言います。あんまり興味ないとはいなるほど、 OK です、 OK です。じゃあ最後に将来の夢とか目標とかどんな些細なことでもいいので教えてください仲のいい夫婦だそうですすごい素敵ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうさん、お仕事は何されてる方ですか？あ、大学生です。大人っぽいですね。もう4回で。関西の方ですか？あ、そうです。今日大阪から来ていて。あ、そうなんですね、はい、東京は買い物目的で。そうですね、まあ、今からなんですけど好きなブランドのちょっとフリマが開催するんでそれちょっと目当てに今日来たって感じですね。フリマ一応タイトブースっていうブランドで。 OK です、ありがとうございます。じゃあ今日身につけてるもの上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？全身タイトブースなんですけど本当好きなんですよそうですね、本当好きなんでキャップが確か1万円ぐらい、このアウターが5万円ぐらい、パンツが確か3万ぐらい で最後スニーカーが古着屋で買ったんですけど、はい、4万円ぐらいで。これニューバランスですよね。そうですね。 OK です。中もあのパーカータイトブースで1万円ぐらいだったんですかね。 OK、 それでエアポッドケースも。あ、そうですね、はい、全部ほんまにタイトブースですね。OK、ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？大体まあ3万から5万円ぐらいですかね。アルバイトとかって何されてるんですか？松屋で。あ、松屋で、はい、世界一おしゃれな松屋の店だと思いますいや、そんなことないです。ファッション好きになったきっかけ聞いてもいいですか？中高、まあちょっと部活動やっててもう全然私服着る機会がなくて、まあ、卒業した時にちょっと興味持ってそこからもうのんびり込むじゃないですけどもう服とご飯に金かけてばっかりになりましたね。将来の夢とか目標とかもしあったら教えてください。もう正直あんまりないんですけど、ちょっと英語勉強して海外行けたらいいなって思ってます。どちらに行きたいですか？まあ、デンマークとかもちょっといいなって思います。デンマーク、うん、ああいいですね咲です。ゆうたです。お二人お仕事何されてる方ですか？アパレルで働いてます。じゃあカナダさんの方から今日身につけてるもの上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？上がリーバイスでアウトレットで3500円ぐらい、中が、シーンで1500円ぐらいで、下がドザラで5000円ぐらい、下がなんかフランスで買ったものなんですけど1万5000円ぐらい、バッグは韓国で買いました、4500円ぐらい。 OK です、ありがとうございます。素敵です。じゃあカレさん聞いてもいいですか？キャップがニューエラで、上がコロンビア、古着で2000円ぐらい、下がジーフのカーゴパンツで、靴がサロモンです。オッケー。いくらぐらいですかパンツは？3、4000円ぐらい。3、4000円ぐらい。靴が2、3万ぐらい。リングはアンブッシュがこれとこれついてて、はい、でこれがあと友達が作ってるリングで。で、人差し指がアンブッシュ？アンブッシュです。これがこれプレゼントでもらったんでちょっと覚えてないんですけど、オッケーです。じゃあ1万5000円ぐらいで。は
が1万5000円ぐらい、はい、ワンブッシュ、はい、そうです、かっこいいですね。 OK、 ありがとうございます。お二人はお洋服に毎月いくらぐらい使いますか？月によるんですけど、だいたい3万円から5万円ぐらい。お仕事から結構やっぱいろんなお洋服買うんですか？あ、そうですね、割と。あ、ちょっと最近は散財しちゃったので、ちょっと控えめに買ってます。カレさん聞いてもいいですか？最近あんまり買ってなくて、金欠なんでお金貯めてまた買います。なるほど。欲しいもありますか今？バレンシアガかリック狙ってます。なるほど、はい、めちゃくちゃ似合いそうですね。OK、 普段なんかコーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることあります？自分身長が高いので、あの足を基本的に出したりとか、あとはロングブーツを多めに着て、なんかバランスよく取れるかなって思ってます。なるほど、 OK です。寒くないですか？寒いです。寒いですか、はい、ファッションは気合です。なるほど、でもすごい可愛いですね。素敵です。彼さんどうですか？僕は結構いろんな系統着るんであれですけど、今日はちょっとテック系で合わせたりとか、サロモンで合わせたりとかしてます。まあ古着とかバカなんで。好きなお店とか聞いてもいいですか？好きなお店はあんまりなくて、まあ自分の足で探しに行くのが一番いいかなって思います。そうなんですか。じゃあまあ目的の店とか決めずに、そうですね、もうフラフラ歩いて、そうそうそう、それにこう一緒に付き合ってって感じですか？大変大変ではない？どうですか？いや、まあ彼がすごくあのおしゃれなので、割とそれに感化されて結構おしゃれになったところは結構あるので、ちょっともうありがたいなと思ってます。 OK です、ありがとうございます。将来の夢とか目標とかあったら教えてください。将来の夢は一応アパレルで自分のブランドを持つことが夢です。これから頑張っていきたいと思います。カリさんどうですか？僕も最終的には自分のブランド立ち上げてっていうのが夢です。朝香です。お仕事何されてる方ですか？学生です。服飾の学校とかですか？なんか大学のアパレルコースみたいなのは。へー、専門じゃなくて4年生の大学に。あ、そうです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いていってもいいですか？アウターがウェルダンで、セールで6万円ぐらいです。6万円ぐらい。ワンピースがソロズっていうブランドのもので3万円ぐらいで買いました。中はライブ仕様で、ちょっとジャケット H&M で買ったジャケット。今日ライブ行くんですか？昨日ライブ行ってて、はい、アデさんは泊まってみたいな。そうです。これも5000円ぐらいで買いました。中にスカート入ってて、ワンピースの中にスカート入ってるんですね、はい、これはフリマで2000円ぐらいでゲットしました。へー、かわいい。靴がスタッカートっていうブランドで3万円ぐらいです。3万円ぐらい。バッグはビームスで多分1万円ぐらいで買いました。OK です、ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？ 4、5万円とかですかね。4、5万円ぐらい。アルバイトとか何してるですか？アパレルと飲食カフェでやってます。ああ、なるほど。ご出身こちらですか？神戸です。神戸からこっちに来てる？あ、そうです、旅行。ああ、そうなんですね、はい、誰のライブ行ってたんですか昨日は？テイラー・スウィフトの。おー、すごいすごい、よくチケット取れましたね、はい、じゃあどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。今年度から社会人になるんで、いっぱい働いていっぱい服をたくさん買いたいです。あ、何系の仕事に就く予定ですか？アパレルの会社。ああ、そうなんですね、はい、おめでとうございます。三橋拓也で。お仕事は何されてる方ですか？仕事は広告系の仕事をしてます。あ、営業とかですか？営業です。あ、なるほど。じゃあ今日身につけてらっしゃるもの、上から下までブランドで買った時のお値段教えてもらってもいいですか？はい、これはちょっともらい物なんで、はい、ラカルっていう、ラカル帽子のブランドでもらいました。でこれがあの H Beauty and Youth のジャケットで15万ぐらいで、インナーはサンデーズベストっていう世田谷のセレクトショップのやつで、でパンツも H Beauty and Youth。 いくらぐらいでした？インナーは。インナーは1万ちょっとで、パンツも H で4万ぐらいで、靴がパリのザ・ブロークンアームっていうセレクトショップとサロモンの別注で、向こうからオンラインで買ったんで4万ぐらいですかね。裾上げてみてもらってもいいですか？めちゃめちゃピンクが可愛くて、いいっすね、はい、かっこいい。メガネはジュリアスタートオプティカルっていうやつ、4万ぐらい。指輪はトムウッド5万ぐらいと、あとはエルメスと、これも5万ぐらいかな、こんな感じ。
いいですねっていう感じです。月400にいくらぐらい使いますか。ピンキリなんですけど10万ぐらい。普段は私服で出勤されるんですか。そうです。あ、私服なんですね、はい、あ、そうなんですね。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることあります。靴が好きなんで靴に合う服っていう感じ、靴から組み立てていく感じ、はい、靴メインです。靴何足ぐらい持ってます。30ぐらい。結構好きっすね。入ります、シューズケースに。入ってないです。入ってないですか。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので、はい、将来の目標とか夢とかもしあったら。最近結婚したんで幸せな家庭を築ければなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。俊介です。リナです。お二人お仕事は何されてる方ですか。アパレルです。販売員です。え、販売員はアパレルですか。アパレルじゃないです。あ、雑貨とか。はい。あ、そうなんですね。 OK です。今日身につけてらっしゃるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。上が無印で3000円ぐらいで、下がワンピースで古着で2000円ぐらい、デニムも古着で1000円ぐらいです。アウターがフリックスストアのやつでだいたい1万円ぐらい。なんかどんな形か見せてもらってもいいですか。モッツです。okay、ありがとうございます。靴も聞いていいですか。靴がアディダスのサンバで、はい、5年ぐらい履いてるんでちょっともう汚いです。へ昔買った時はまだ結構いっぱい売ってて、はい、はい、その時は買いました。ありがとうございます。じゃあ聞いてもいいですか。オールドのギャップでセカストで2000円ぐらい、パンツがボルコムで1万円ぐらい。いや、これは新品で買ったんですけど、スケートでもずっと履いてるんで。へえ、はい、スケートやるんですね。そうそう、あとはベルトが1600円ぐらい、メルカリで。どこですか。ナイキですか。ナイキの本物か分かんないですけど、メルカリで、はい、靴がダンク、これも古着で6000円ぐらいだったんですけど、はい、ずっと履いてるんで汚いっすね。中はアークテリクスのデルタジャケット着てます。3-4万。ビーニーは今朝友達に借りたやつです。ああ、そうなんですね。ピアスはどこなんですか。ピアスはガールズドントクライで2、3万ぐらい。2、3万ぐらい以上です。 OK です。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか、お二人は。月によってなんですけど、だいたい2万ぐらいです。2万ぐらい。5、6万。やっぱお仕事柄、まあ、なんかお店でお洋服買ったりとかとかもそうですし、普通に浪費家です。 OK です。ありがとうございます。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか。なんかサイズ感を気をつけてます。なるほど。今日のポイントとかあります。今日はモノトーンな感じなんで、あのスマホストラップピンクにして。ああ、本当だ。はい、差し色にしました。オッケー。それどこのですか、ストラップは。これはヨセミテです。8000円ぐらいで買いました。好きなのを着る。いいっすね。スケートやるんですか。スケートやります。もう普段からそういうなんか服装でやるんですか。なんかスケート用の服。全部こういう服しかないです。ファッション好きになったきっかけとか聞いてもいいですか。高校生の時に服好きな友達がいて、一緒に古着屋連れてってもらった時に好きになりました。へー、いかがですか。ずっと好きですか。興味持ったのは中学生の時にピンクのパーカーを着こなしてるやつがいて興味持ったっすね。うん、なるほど。 OK です。じゃあ最後の質問、お二人の、どんな些細なことでもいいので夢とか目標とかもしあったら教えてください。海外移住、カナダ行く。カナダ。それは仕事で、それともなんか趣味で。どっちもっす、ね、どっちも。OK。 どうですか。今の仕事を長く続ける。素敵です。一番大事かもしれないですね。と言います。お仕事は何されてる方ですか。お仕事はフリーランスで映像クリエイターをしてます。おいくつですか今。今24ですね。フリーランス歴は長いんですか。はい。もう何歳ぐらいから。22か3どっちかからフリーランスしてます。もともと広告の会社に勤めてて、はい、そのまま広告の制作だったりとか主にメインで活動します。なるほど。じゃあ今日身につけてらっしゃるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか。はい。アウターとパンツはボワーブっていうブランドで、だいたい上が3万ぐらいで、下も同じぐらいだったら3万ぐらい。どっちも3万ぐらい。なんかニットなんですけど、家の近くのリサイクルショップで。ああ、そうなんですね。500円で買ったんです。バッグはマルニのバッグで、値段が多分
10万ちょっとだった気がします、めちゃくちゃいい色ですね。そうですね、配色が春っぽくて可愛いです、めっちゃいい。靴がアディダスと確かフットインダストリーでしたけど、なんか忘れちゃったんですけど、そんな油のコラボレーションで、かっこいい、大体2万円近くで買ってきました。2万円近く、 OK です、ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？少ない時は本当1万円ぐらいで、買う時はもう 2,30 万ぐらい一気に買っちゃうかもしれないです。あ、結構行く時は結構行きますね。どの辺でよく買い物するんですか？大体ネットでしか買わないので、ネットで買うことはないです。あ、そうなんですか。え、今日着てらっしゃるのもネットで？ネットで買いました。結構絶妙なサイズ感だと思うんですけど。そうですね、なんか大体ネットで買ってサイズ感よく間違えるんですけど、はい、基本的にはもう全部試着とかなしでネットで買います。将来の夢とか目標はどんな些細なことでもいいのであったら教えてください。現状に満足せずいろんなことを取り組みたいなと思ってます。そうそう、フリーランスもちょっと飽きてきたので、なんか違う新しいビジネスに挑戦したいなと思います。おー、いいですね。法人化したりとか、そういうのですか？そうですね、とかいろいろちょっと考えて、なんかいい感じでいけばなと思います。 OK です、ありがとうございます。ありがとうございます。